ポップティーン TV ヒカリン&マーピピのコスメケース&マスクが発売するよ。詳しくはカエルポップティーンを見てね。ですね、そのマスク と、コスメケースのこだわったポイント、アイちゃんどこですか？はい、マスクにこだわったポイントは、はい、遠くから見るとすごいピンクっぽいマスクなんですけど、ピンク、そうピンク、ピンク。でも実は近くで見るとギンガムチェックの柄になっていて、すごく女の子らしいデザインなので、ぜひ皆さんすっぴんの時でも可愛く盛りたい時などに使ってみてください。使うべし。はい、そして光は、コスメケースの方は缶オケの形になっておりまして、持ち歩ける缶オケになっております。4パターンあってすごく可愛いので、あの漆黒のね闇に染まれし、ものが封印されているという感じになっておりますので、ぜひ皆さんも封印してください。そして、マスクは、光がよく私服で着ているフェアリー系などのすごい甘い格好にも似合いそうなベイビーな赤ちゃんっぽい柄になっておりますので、ぜひぜひ、あの女の子はすっぴん隠しでもウイルス予防でも、はい、人間界のウイルスはとてもつもなく危険なので、はい、使ってください。使用するべしベース。ちなみに私まだ何つけまケースの設定してない。はいはいはい、私の方のつけまケースはですね、なんと中にトレーが入っていて、つけまつげをそのままの形で収納できるようになっているので、いたずらしないのそう、それですごく本当に形を綺麗に維持できるし、すごく綺麗に収納できるので、ぜひ皆さん使ってみてください。使ってみてください。